さてニュースピアでは毎週水曜日、福岡佐賀のあまり知られていない事実をお伝えしています。案内役は辰巳記者です。一瞬も過ぎまして、まあ、春よ来いといった感じですね、はい、でも寒が戻りましたので、うん、ちょっと体がぎゅーっとしてこわばってね、なんとかこうほぐしたいなという人も多いかと思うんですけどね、はい、今日紹介しますのはこちらです。は世界一ゆるいフェス、はい、ゆるいフェス、フェスティバルのね、夏フェスとかああいうフェスですよ、普通は。さあ今日はご期待ください、どうぞ。この格好から温泉の中でもいい湯だな。ちょっとやっぱりツヤがありませんでしたけども、佐賀嬉野温泉に行ってまいりました。日本三大美人の湯と知られますこの美肌の湯、はい、今月16日まで嬉野あったか祭り恒例開かれております。いいですね。そんな嬉野で、はい、おそらく他に例がないであろうというお祭りが開かれました。はい、何もみフェス、もみフェス、おね、聞きそう。あなたのあそこ、いろんなところ、はい、肩首腰凝ってるでしょ、ね、旅館の広間に10人の鍼灸マッサージ師の国家免許を持ちましたゴッドハンドたちが集まりまして、一斉にマッサージ、気持ちよさそう。その名も、はい、モミフェス。おーネーミングがいいですね。モミフェス、フェスティバルのフェスですね。入浴券と10分500円 の、 このチケットセット販売されてまして、はい、自分に合ったマッサージの先生を見つけようっていうのもこれ一つの狙いです。そうですよね、ありますもんね、うん、そういうね、合う合わないありそう、うん、老若男女、はい、肩も腰も頭もすっきり、延べ6時間でですね、はい、マッサージの先生1人当たり延べ30人を揉むという大盛況でした。本当大人気のフェス、ね、さあ、はい、いよいよ判定です。モミ、うん、フェス、モミフェス、いかがでしょうか。いきましょうか。再発見なるのか。判定いきましょう。いいでしょう。いいでしょうって。もうそうですね。もうバツ出したら細谷さんの頭揉んでやると思いましたからね、俺はね。本当、はい、いいですね、うん、でも、まあ、かつてはですね、はい、この嬉野は泊まりのお客さんがメインのこの温泉地だったんですね、はい、でも、まあ、日帰りのお客さんが増えてきまして、はい、去年は見てください、観光客の4分の3が日帰りのお客さんなんですよ。で、泊まりのお客さんが中心だったんで、まあ、その夜ね、体をほぐす楽しみはマッサージだったんですけども、はい、でも日帰りではなかなか行かないじゃないですか、うん、ね、で今こういうマッサージ院はですね、10件あるんですね、はい、国家資格を持った先生のいる、そのほぐされる魅力を知ってもらおうと、旅館の跡継ぎなんかの若手のチーム、はい、チーム嬉野がですね、企画をしました。その他にもスリッパ温泉卓球大会とか、まあ、スナックサミットとかですね、皆さんこういうアイデアを出している人たちなんですね、まあ、今嬉野にあるものをアレンジして、うん、その魅力を出そうという趣旨で始まったフェス、今年2回目なんですけどもね、また来年というふうにおっしゃってましたね、はい、まあ、あの地域で取り組んでいるということでね、今日再発見になりましたけど、うん、まだまだね、もっと強いネタ募集してます。いただきたいです、はい、何これ珍百景に岡本先生と辰巳アナで、辰巳さんでいけるような、うん、いけるようなそんなネタ、皆さん送ってください。はい。